悪品種護身に浸かる。現在オランダでプレーする19歳 GK 長田美穂は、所属元ブレーメン復帰後にはトップチームのセカンド GK を務めるようだ。長田は、194組と長身を誇る若手 GK。ユース時代は川崎フロンターレでも過ごした日独ハーフの GK は、2018年にブレーメン下部組織に加入すると、現在は武者修行に送り出されたエールディビジのフォーレンダムで正し守護神として全公式戦に出場中。U15 日本代表での出場歴を持つが、同年代から現在の U20 までの各年代は、ドイツ代表として出場している。森保はじめ監督がブレーメン時代に視察を行っており、U23 日本代表の大岩剛監督もオランダへ訪問し、コンタクトを取ったという。これはマジで期待大。川崎のユースで足元を磨いて、キーパー大国のドイツでキーパー技術を磨いてきたって考えたらだいぶすごい選手なんじゃね？ドイツとオランダが熱視線を送ってるっていうだけでポテンシャルはわかる。日本代表には世界レベルのキーパーが必要。ブレーメンに復帰してもスタメンで出られないってなるとそこまでかな。ブレーメンでスタメンで出られるようになったらマジですごい。裏金渡してでも日本代表を選ばせろ。日本がどんどん強くなる。